ば38度ボブってそんな微熱で私の出る幕そう言っても母性本能が邪魔をしてレジ袋片手にあいつに会いに行く20星の夜間病棟に飛び込んでウイルスまみれの空間に侵されるよ息を止めなくちゃを見せたらまつげ同士がぶつかる音に火花飛び散る そんなつもりでこの私をこんな夜中に呼びつけたりしてずるいじゃない人の気持ちも知らないくせに無邪気に笑わないで禁足事項です徐々に熱を帯びてゆく夜間病棟心拍数が理性を蝕んでまた炎症を起きし始めた粘膜の厚さに耐えかねて部屋を飛び出すどうすればいいのなんだかあの時から具合が悪い蛍光感染だどうしてくれるかホテルからだ引きずりまた部屋に飛び込んだ瞬間あんなに感動してあげたじゃない放っておいたら死んでしまうかもよだからお願い助けてよ